はい、それでは早速ですが始めさせていただきたいと思います。沖縄等米軍基地問題議員懇談会で、今日は加藤梶原さんスペシャルゲストということで、今日は我々議員懇意見交換会のためにご参加をいただきまして、お忙しい日程の中、この後5時半からですかね、院内集会が予定をされているということで、その前段で今日は時間を作っていただきまして、意見交換会を開催をさせていただく運びとなりました。お手元に、昨日の騒動のニュースアーティクルコピーでお渡ししておりますが、昨日入国時に一時拘束されたということも含めて、この後少し直接今日もお話をいただけるんだと思いますが、限られた時間ですけれども、しっかり貴重な機会、意見交換させていただければと思います。それでは早速ですが、歓迎も含めまして、議員懇近藤会長から冒頭のご挨拶をいただければと思います。近藤さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。沖縄等米軍基地問題議員懇談会という超党派で作ります。超党派といっても野党の議員だけでありますけれども、この議員懇談会の会長を務めております衆議院議員の近藤志雄氏です。今司会を石橋事務局長が務めていただいておりますけれども、私たちこの間ずっとですね、辺野古に新基地を作るべきではない、おかしいということで、政府といろいろと交渉してまいりました。沖縄県の皆さんが今テレビ投票を行われているところでありますが、国政選挙あるいは県知事選挙でですね、新基地を作るべきではないという民意をずっと示してきたわけであります。それに反対して政府が強行していく、これは問題だということ、そしてまたそもそもですね、96年の鎖国合意があるわけなんですが、その合意からもう時間が経っている中、そういう中で状況も変わっている、しかしそのことを一個だにせずですね、建設を強行していく。さらにこの間私たちも議員懇でもいろいろと問題点を指摘してきました。最近になってやっと認めたんですけども、軟弱地盤のことであります。このことも議員懇として何回もですね、防衛省防衛局に対して要求をしてきました。軟弱地盤であるということが言われている、その調査結果をいつに出すんだと、このことをずっとずっと先に送りをしてきたわけであります。しかしそのことに対して明確な、実は防衛省からの答えもなかったわけでありますが、一方で突然ですね、ある種も認める発言を安倍総理がするというような国会の状況であります。そうした私たちが何回も、我々国会議員は国民の皆さんの負託を受けて、国民の皆さんの代弁者として政府等に情報公開を求めている、説明も求めている、しかしそういうことを全くして、きちっとしてこないというのが今の状況であります。しかしそしてそういう中でどんどん強行されている建設でありますが、こうしたことに対して私たちはもちろん政府との交渉もありますが、米国にどういうふうに働きかけているかということも非常に大きな課題だったわけであります。沖縄県としても知事も訪米し、米国の国会議員等にもなどにも訴えてきたところであります。そうしたことが、進みながらもなかなか大きな効果が出ていなかっていないのかな、こういうことがありました。しかしそういう中で今日お招きをお越しいただいたロバート梶原さんがですね、米国のホワイトハウスにですね、この辺の辺野古の新基地建設を一時停止せよすべしだという署名 を集め始めていただいて、発起をして、その活動を発起をしていただいたわけであります。ご承知の通り、日本でも芸能界でも、ローラさん、あるいは世界的にもクイーンのブライアン・メイさんとか、ウーマン・ラッシュアーのラモトさんですか、とうとうもこう賛同をシェア、いわゆる Facebook とシェアして非常に大きなうねりになったわけであります。そういう中でその一番の発信元である今日はロバートさんにお越しいただいて、私たちとしても意見交換をしたいということであります。ただ皆さんのお手元にもお配りをしているようにですね、いきなり昨日日本に着いたところで関西国際空港で入国を一時8度目されたということであります。
照屋先生も動かれて、これが、まあ、このことが、まあ、解決したのかどうかとは言えないわけでありますが、まあ、2時間ほどの拘束があった後、東京こちらに来ることがやっと来ることが叶ったということでありますが、もともと講演をする予定でありますありましたが、明王大学が施設の利用を認めないというようなことも起きているということであります。まあ、こうしたことに対して、本当に何でしょうか、政権を忖度するのか、さまざまな課題があるわけでありますが、今日は限られた時間でありますが、ロバートさんと、意見交換をする中で、この問題の解決に、そして新基地を建設をさせない、しないという方向で頑張ってまいりたいと思います。今日は梶原さん、よろしくお願いします。ようこそ、ご登場いただきました。はい、本当に感謝ありがとうございました。今日あの梶原さんの お許しもいただいて、マスコミフルオープンで、やらせていただいておりますので、そのことは事前に皆さんにも申し上げておきたいと思います。それでは早速ですが、今日お越しをいただきましたロバート梶原さんから、リンコンのメンバーの皆さんにメッセージをいただければ、まあ、この間の署名の取り組みをいただいた、まあ、思いですとか、今後の、まあ、さらなるどういう活動展開をまた計画をされているのか、そういったことも含めて、お話をいただいて、その後に意見交換させていただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。はい、はい、最後ですよ、注目のミラSo, as most of you are aware, I already traveled to Washington, D.C. to talk about the petition with U.S. lawmakers. So, although we have not yet received a response from the White House, we do have support from quite a few different members of the Congress, of the U.S. Congress.And my team and I are currently in discussion with them on what is the best approach to help Okinawa. So we are working closely with different members of Congress on this issue.今ご紹介に扱いましたですね、ロバート梶原と申します。最初ですね、内縄の方でご挨拶させていただきました。でまず私なんですけど、ワシントン DC の方に行きましてですね、ご存知の方も多いと思います、ホワイトハウスの声が提出しました。それに対してはまだホワイトハウスの方から、まあ、こうした回答はないんですが、ただですね、この声援活動に関してですね、さまざまなところからですね、支援、ご支援いただきます。その中には、ね、もうアメリカの議員の方もかなりご支援いただきましてですね、で私のチームの方としてもですね、こうした活動を通してですね、どうにすれば一番いい方法ですね、これできるのかという、まあ、一番いいアプローチが何なのかということをいろいろそのために議論してきました。で、それに対してもですね、アメリカのですね、さまざまな議員の方からですね、支援をいただいております。So as you know, America is a very large country with many different issues. And so, unfortunately, oftentimes foreign issues,such as the current issue at Hinoko, is just not a high priority for most Americans, including American lawmakers. まあそれにもかかわらずですね、まあ、アメリカは非常に大国でなんですが、その大国もですね、さまざまな問題を抱えています。もちろんその中でも外交問題をいくつか抱えているんですが、その中で残念ながら辺野古の問題がですね、その優先順位がまあ高くないという問題があります。まあ、だから、まあ、議員の先ほど支援しているということがありましたが、議員自体のその辺野古に対する意識というのは決して高いわけではありません。So unfortunately, even most American lawmakers are not very familiar with the issue at Hinoko or the military base issues at Okinawa in general.So this is why it's taking a little bit longer for us to get a response from them. However, we are starting to get responses from them. アメリカの議員もですね、まあ、さっきもそういった
資源もあると思いますが、ほとんどの人はまだまだちょっと辺野古の問題、あるいは沖縄の基地問題に関して知らない人が多いという部分もまだまだ事実です。で、回答を、彼らの回答もちょっとないことをちょっと待っている状態なんですが、まあ、ただそれでも徐々にではありますけれどもね、ちょっといくつかまあこっちらの方に回答の方も今来ている状態です。So, I cannot, officially say who, is supporting or how they're going to support because it's still too early for that. We're still, this is still developing and we're still, in talks with them. まだですね、誰が支援、どんなようにご支援をいただいているのか、あるいはどのように支援をいただいて、ご支援いただいているのかということに関してまだちょっと更新には言えない段階なんですが、まあ、これはちょっとまだ時期尚早ということもあります。まあ、それがただ、まあ、なんか来てるということだけは今言えます。However, it is, very promising and very encouraging. We have a lot of support from members of Congress, specifically to promote and protect the rights of indigenous Okinawan people worldwide. まだまだ知られていないということを言いましたが、それでもですね、まあ、支援をだんだんもっともっとさらにいただいているということですね。アメリカの議員の方々ですね。これは私たちにとても勇気づけられる材料でして、これによって世界中のですね、まあ、沖縄にまあルーツを持つ人のですね、権利のまあ向上にもつながっていくっていう、そういったことを考えています。There are around 1.7 million Uchinanchu in the world, including around 100,000 Okinawan Americans.世界中にはですね、約170万人のですね、ウチナンチュがいます。それで沖縄系、ウチナ系のですね、アメリカ人は、まあ、そんな10万人ぐらいです。Most of the world, including UNESCO, acknowledges the fact that, ウチナンチュ are the indigenous people of Okinawa.で、ユネスコとの国際機関もですね、ウチナンチュがですね、沖縄の先住民であるということをですね、認知しています。Only the Japan government refuses to acknowledge this. And not only that, but the Japan government has a long history of exhibiting ethnic prejudice against Uchinanchu. その中で日本政府はですね、そうした動きをまた拒否する動きを見せています。またそれに加えまして、長年日本政府はですね、ウチナンチュに対するですね、偏見、これをですね、温存してきました。So, internationally, there's a lot of support to protect the rights of Uchinanchu worldwide. で、世界中、世界がですね、まあ、世界中のウチナンチュ、まあ、権利を保護する、もう権利を保護するということに関する、まあ、支援の動きですね、そうした動きがですね、だんだんと広がっています。Including from U.S. government officials. その中にはアメリカ政府の高官も含まれています。So, this issue with Hinoko is not an isolated issue. It's part of a larger picture of systemic prejudice against Uchinanchu. これ、Hinokoはですね、これ自体が独立の問題ではありません。もっともっとで組織的、あるいはですね、制度的なですね、こういった差別、偏見というものがですね、その背景に横たわっています。So, over the coming weeks and months, my team and I will continue to be in discussion with U.S. government officials for how we can best support the rights of Uchinanchu worldwide, including Okinawan Americans.で、今月から、まあ、来月にかけてですね、私のチームとですね、ちょっとディスカッションを重ねまってですね、で、アメリカ政府のですね、高官とに掛け合いましてですね、世界中のウチナンチュですね、対しての権利をどのように、まあ、支援していくか、また、アメリカのですね、ウチナー系のですね、アメリカ人の権利というのをどのように支援していくかというと、そういったディスカッションを進めています。We have...another announcement to make today. Because the Japan government and the U.S. government continue to violate the rights of Okinawa,
まあ、今日ですね、また後ほどですね、お話もしたいと思いますが、日米両政府ともですね、沖縄の、まあ、権利というのを侵害し続けています、長年ですね。And because we have yet to receive any official response from the US government or the Japan government regarding the petition, この請願に対してですね、この今ですね、公示の回答をですね、まあ、アメリカ政府からも待っている状態なんですが、また日本政府からの反応も待っている状態なんですが、We have appealed, to the United Nations and we have sent the petition to the UN along with a complaint, to the UN Human Rights Council regarding, Okinawa. Regarding the, way Japan and the US are treating Okinawa. そしてアメリカ政府や日本政府の沖縄の扱いに関してですね、こうした苦情をですね、国連にも挙げています。例えば国連のですね、人権委員会にもこの問題を挙げています。こういった苦情として挙げています。So every day, more and more people across the world are learning about the issue at Innoko and learning about Okinawa, and they're really appalled by what Japan and the US are doing. で、世界中ですね、もっと多くの人がね、辺野古で何が起きているか、それ沖縄の問題が何なのか、そして何が起きているかということを学ぶにつれてですね、はっきり言っても口をあんぐるという状態ですね。このアメリカ政府と日本政府でやっているように口をあんぐるという状態です。So the world is watching, this movement and this issue continue to unfold, and they're watching to see how Japan treats, the minority peoples of Japan, including, Uchinanchu.こうした私たちの運動、そしてですね、何かこうした辺のことの問題をですね、世界の人が見てましてですね、で、日本政府がですね、マイノリティで少数民族であるウチナーチュに対してどういう扱いをしているかということを見ています。So, my team and I and, my supporters, over 210,000 people, have signed the petition. We are really hoping, both Japan and the US will do the right thing and will stop building this unnecessary, unaffordable, and unworkable base at Hinoko. で、私のチームあとサポーター、あと私自身ですね。で、21万筆以上の署名がそれ集まりました。これをもとにですね、これを背景にアメリカ、日米両政府に対しても正しいことをやれということを言いたいと思いますし、また不必要であり、また、まあ、機能しないですね、あと権利を侵害するようなですね、この辺野古の基地の建設を即刻やめるようにということを言いたいと思います。Japan is a wonderful and beautiful country with a gorgeous landscape, a rich history and culture. 日本は非常に素晴らしい美しい国で、またゴージャスな国でもあります。また歴史や文化にもですね、彩られています。And the nation of Japan has, contributed so many innovations, to the world at large, and I know will continue to do so. で、日本はですね、まあ、世界中でさまざまな革新が行われていますが、そして多くの革新に貢献しておりますし、またそれが続いていくと思います。However, Japan has a long history of prejudice against Uchinanchu, and this is really, a black mark on, on the nation of Japan. しかしながら日本は残念ながらですね、ウチナーチュへの偏見を長年も続けているような状態です。これは日本によって大きな汚点の一つだと言わざるを得ません。So I would like to encourage, the nation of Japan to fix this problem and to start respecting the rights of Uchinanchu. I don't want this to make Japan look bad in the international community. 日本に対してですね、こうした問題をですね、ちゃんと解決してですね、Uchinanchuの権利をきちんとですね、支援、また尊重するようにということをですね、まあ求めたいと思います。まあ、それでなければ日本はちょっと立場が悪くなってしまうと思います。
So I would like to ask Japan as a country to please immediately start changing the ways Japan looks at Okinawa.で日本国に対して言いたいことなんですが、まあ、国としてですね、もう沖縄の対応もすぐにも変えてほしいということを言いたいと思います。Yes, so, if you have any questions, I would be happy to answer them to the best of my ability. で私は以上なんですが、もしご質問等ございましたらですね、こちらの答えられる範囲ですね、喜んでお伺いしたいと思います。ありがとうございました。ロバートさん、ありがとうございます。一連中の皆さんに対する大変な温かい思い、そして世界がどういうふうに見ているかということをお話しいただきました。それでは、ご参加の皆さんからご質問等あればどうぞ。じゃあ、はい、すみません。日米地位協定改善を求める47プロジェクトっていう、まあ、市民団体を立ち上げた、プロジェクトリーダーやってます、寺尾と言います。名古屋から来ました。このプロジェクトを立ち上げたきっかけっていうのが、昨年7月に、全国知事会、まあ、全会一致で、47都道府県全会一致で、日米、政府に地位協定を改定してくれっていうことを提言したんですけど、まあそこに参加しているのは15の都道府県の知事しかいないですね。あと32の都道府県の知事は、まあ提言したはいいが、まあそこに参加していない。まあこれでは全然その、まあ提言として弱いと思うんで、ぜひともその32の都道府県の、まあ県知事に、参加してほしくて、まあそれのバックアップができないかなっていう思いがありまして、そのプロジェクトを立ち上げました。で、まあ今現在名古屋でまあ僕は活動してるんですけど、この前2月の7日に大村知事のところへその地元で集めた署名を持って行って、まあアプローチ、まあ事前にアポを取ってなかったんで直接は渡せなかったんですけど、まあ秘書課の方に渡して、ぜひともまあこういう動きを僕ら市民がしてるんで、ぜひとも参加するようにお願いしますって言って、その署名を渡してきました。で、県議と市議の共産党にも同じように伝えて渡してきました。それはなぜかというと、共産党っていうのは、政策として日米地位協定改定を謳ってるもんで、一緒にできるんじゃないかなと思って、その署名を持ってきました。で、これから順次集まってきたら、まあ、どんどん署名を持っていこうかなと思ってます。今日も、ごっそり集めて持っていくつもりです。で、もう、今の政治見とると、もう政治が任せ、もうすいません。政治家の皆さんの、まあ、前でこんなこと言うのも申し訳ないですけど、市民が、その世論を立ち上げて、で、政治家の後押しをしていかんと、世の中変わっていかないと思います。だって僕らが動いて、積極的に動いて、政治家の方とタッグを組んで、一緒にも僕らもこういう活動してるんだから、大丈夫だよということを訴えながら一緒に活動していきたいなと思います。なので、全部の市議団、県議団にその署名を持ってって、ぜひとも一緒に協力してやってくれということを訴えてきます。で、まあ、ロブさんも、まあ、ハワイでそういう活動をされてみるようなんで、できれば日米こうやってまたいで一緒に活動したいです。よろしくお願いします。Yes, thank you for that. My team and I think it's really important for Japan to renegotiate its armed forces agreement with the United States. Japan's current agreement is lopsided in favor of the U.S. It is not an equal agreement at all. It is not equally beneficial to both Japan and the U.S. It pretty heavily favors the U.S. まあ私もですね、チームでいろいろ一緒に行動しておりましてですね、日本に対してですね、地位協定にアメリカと再交渉するよということをですね、我々も
求めています。アメリカ政府に対して、ですね、日本政府に対してですね、もうそれを求めたいと思います。再交渉するようにアメリカ政府。なんだらですね、アメリカと日本はですね、決して対等な関係ではなくてですね、明らかにこれはアメリカにですね、恩恵のある協定だからです。これは相互にですね、ちょっと恩恵のあるそういった制度ではありません、残念ながら。Both Germany and Italy also have armed forces agreements with the United States. However, their agreements are much different than Japan's agreement. Both Italy and Germany have many more rights than Japan does in its armed forces agreement. 日米地位協定に関してのようなんですね。地位協定がドイツとイタリアもこれは実はアメリカと結んでいます。しかしですね、日本のそれとははっきりとかなり違います。何が違うかと言いますと、日本に比べてですね、ドイツやですね、イタリアの政府はですね、アメリカ米軍に対してはるかに大きな権限を持っています。This is alarming. This suggests that there is some prejudice from America against Japan. If you notice, Germany and Italy are European countries. Japan is an Asian country. And yet, Japan's agreement with the U.S. is much worse than either Italy or Germany's. で、そこの地位協定にはもちろんですね、アメリカのですね、そういったヨーロッパの国に対する偏見というのもそこには横たわっているわけです。だからそれは残念ながらですね、日本やアジアに対する偏見の方がはるかにヨーロッパのそれよりも大きいと言わざるを得ません。Now, America, I don't think, will willingly offer changes to the Armed Forces Agreement. It has to be demanded by the government of Japan. で、アメリカがですね、自発的にですね、地位協定を変えようとですね、提案していくことはまずないと思います。これを可能にするにはもう日本政府の方から、日本の方からですね、これ言っていくしかありません。Japan is a sovereign, independent nation.There's no reason why it should have a lopsided agreement with another nation. So I think Japan really should demand significant changes to the current armed force agreement. 日本はあくまで独立国で主権を持った国であります。そうした国がですね、これ偏無的、一方的なですね、合意をですね、これをもうちょっと容疑なくされるような理由はないと思います。それをですね、もう改良要求できると思います。Now, it has to be pointed out that currently Okinawa contains around 70% of Japan's military, but it makes up less than 1% of Japan's total landmass. So, Japan's lack of priority in wanting to change the Armed Forces Agreement.Seems to be partially due to the fact that Okinawans have to deal with the majority of the military burden, not Japanese people in mainland Japan, but Okinawa has to deal with the burden. 今ですね、沖縄の国土はね、日本の国土のわずか 1% 未満に過ぎないんですが、そんな狭いところですね、軍事費の 70% が集中している状態です。でそれに対して日本がですね、どうやって重要につけるのかという、そうした視点がを日本はちょっと変えていると思います。そんな中でですね、沖縄がですね、とんでもない、ね、軍事的負担をですね、沖縄に課せられた、それと沖縄の人が対峙しなければならない状態にも陥っています。So it appears as if Japan might not be happy with the current armed forces agreement, but as long asOkinawans have to deal with the majority of the burden, then they're okay with it. 日本自体もですね、この地位協定に決して満足しているわけではないと思うんですが、ただ、実際にですね、これに対峙せざるを得ないのは沖縄の人だっていう、まあ、そういう状況がありますので、まあ、それだったらまあしょうがないかっていう状態になっているんじゃないかと考えます。We have a saying in English, not in my backyard.So as long as it's somebody else's problem, then it's no big deal. But when it becomes your own problem, then suddenly it becomes very important.
でですね、英語ちょっといいかなんですけど、まあ、他の人のところで起きて、他の人の庭で起きていることは、あ、これからの問題だと言います。ただ自分たちの庭で何かことが起きたら、それは全くまあ、これ全くこれ話が違ってきます。So yes, my team and I think it's very important、for Japan to demand、renegotiation to the armed forces agreement. で、私のチームとですね、まあ、私の方からですね、日本がこれに対して再交渉することが重要だということを当たっていたいです。And if my team and I can help in any way with that, we would be glad to do so. もしこちらの方でですね、なんか支援できることがあれば、喜んでですね、この支援の方をしたいと思っています。ありがとうございます。ちょっと日本語ですいません。ありがとうございました。まずですね、そのホワイトハウスへの署名なんですが、もうすぐ24日になってしまう中で、なんでこう答えが出てこないのか、あるいはこれで過ぎてしまった場合にどういうふうに思われて、その後どういうふうにやるようなことを考えてらっしゃるのか、でそれ と,、ちょうどこれもあるんでですね、少しインタビューされてるのを見たんですけれども、止められた時の状況、あるいはその時の感想、あと大学に関してもこういうようなことに関して、まあ、どういうふうに思われるのか、というところと、あともう一つですね、菅官房長官が、24日の国民投票をの結果以下に関わらず、もう辺野古やるんだっていうような発言をされてますけど、それに関しての感想とちょっと挟みますが、すみません。ちょっとですね、今は。After the question, question. お名前ちょっとよろしいですか。ごめんなさい。衆議院議員の宮川真でございます。The first question is why there's no answer from the White House to the signature and your plan, when you release after you receive the response from the White House? That first question. When? After you receive after 31st of February, on the day of the referendum in Okinawa.どういう状況か、今のなんでこう出てこないのか、24日になっちゃいそうなのに。Okay, so first of all, the White House actually has 60 days to respond. So, technically, they have more time to respond. Of course, we would like a response sooner rather than later.これに関してはですね、60日以内に回答するというホワイトハウスとしてはですね、請願があった場合、そういうルールがありますので、それによってはまだまだちょっと実際には日はあるわけです。ただ私たちとしてはもちろんですね、早ければ早いほどいいということで確かです。Now there's speculation, as I'm sure you heard recently, it was announced Prime Minister Abe.Nominated President Trump for the Nobel Peace Prize. And so there's speculation that he did that in order to kind of pressure Trump into ignoring the petition. これあくまで憶測なんですが、最近まあ安倍首相がですね、トランプ大統領ですね、ノーベル平和賞と推薦するようなあれ出しましたが、あ、それとしかに安倍氏の方からですね、これの回答をですね、遅らせるようにっていう、そういう動きも、まあ、あくまでこれ憶測ですね。その可能性もあるのではないかと。24日過ぎちゃってから、どういうふうにする予定でいるか。When you came after the day of the referendum of Okinawa, what is your plan? So I will be in Okinawa until March 11th, and even after the 24th, we have quite a few events to continue to talk about Okinawan issues.
The referendum is not the end of it. 沖縄にはですね、3月11日まで私滞在する予定です。で、2月24日、これを例えば過ぎたとしても、ですね、多くのまだまだイベントがあります。で、これはですね、まあ、これ、まあ、要はですね、2月24日を過ぎたからといな、を過ぎたかといってですね、これが終わりではないということを言いたいと思います。And actually, this situation with Hinoko is helping to bring Uchinanchu from around the world closer together. So even after the 24th, we still have many things we want to discuss together. まあこの辺野古の状況なんですけど、例えば2月24日過ぎてもですね、やっぱりウチナンチュー、世界中のウチナンチューここで集まっているですね、機会がありますので、そういったところでもですね、議論と話とは当然出ると思います。And as I said, we're going to continue to discuss the issue of Okinawan rights with members of the U.S. government, as well as with the international community, including the United Nations.でこうした問題に対しても、ね、議論を続けていってです、ね、沖縄の人たちの権利に対してこの重要性をです、ね、アメリカ政府に伝えるとともにです、ね、また国際機関、国連等にです、ね、国際機関にも伝えていこうと考えています。So, the 24th, the referendum, is really not the end of you know, our work or our movement. It, actually, it's really just the beginning. で2月24日ですね、この県民投票は決して終わりなんかではなくてですね、これがまた始まりだと言えます。We're seeing this as kind of a time of renaissance for Uchinanchu worldwide to re-embrace our identity and our history, our culture, our language and our environment.これは言い換えれば、ウチナンチューのですね、これルネサンスとも言えます。これによって私たちのアイデンティティ、あと歴史、文化、言語、そしてこの沖縄の環境ですね、これをまた再認識するためのルネサンスとも言えます。Yes, so I flew in last night to Kansai. Kansai was only supposed to be a 3-hour layover on my way to Haneda. But I was stopped and detained by the Japan immigration security. They held me for 110 minutes.で関空経由 で, です、ね、今回入ってきたんですけど、3時間ちょっとの接続で羽田行きの便に乗ろうと思ったんですね。ただ、入管の人であそこに食らいましてですね。でそこで、まあ、具体的には1時間50分あそこに食らうことになりました。時間がありそうなんで、最後に一つだけその菅官房長官の発言どう思われるか。Japan that can spokesperson Suga Yoshihide です。This is in regard of the referendum, we go ahead with the construction of the military Hinoko. What do you think? Yeah, so we heard about that, and of course, it's very disappointing that the Japan central government would totally dismiss the results of the referendum even before the referendum has taken place.これも本当にがっかりなんですが、日本政府がですね、県民投票も行われてもいないうちからですね、もうこの結果を否定するなんて発言してますので、これは非常にちょっともうがっかりさせられています。Many people worldwide are considering this very disrespectful and undemocratic. 世界中の多くの人がね、これをもう相手に対する尊敬を欠いている、相手を尊重していない、そして非民主的だということを考えています。And it appears that the Japan central government is trying to discourage Okinawans from
from participating in the referendum by means of saying, well, this referendum isn't even important and we're not going to listen to you no matter what. そういったことによってですね、日本政府はですね、沖縄の人に対してですね、まあ、参加しないようになんか締め切っているような気がします。まあ、そのためにですね、ああいった菅官房長官が発言しているのではないかと思っています。And so, what this is really doing is, U.S. lawmakers are hearing about this, and the United Nations and other countries are hearing about this too. So, it's really making Japan look bad in office.In the international community. アメリカの、ね、議員の人も見てますし、この問題に対して聞いてますし、あと国連等の国際機関と他の国もこうした問題が起きていくことをですね、耳にしています。それによって日本のイメージがですね、はっきり言って下がっていると言わざるを得ません。こんにちは。短く、お願いがございます、私は本日ロブ・カジワラの、講演会をこれから5時半の企画をしている映画監督の増山玲奈と申します。翌日は、音楽祭をやります。そして、今まで議員の皆様にお願いがあります。日本とロブさんはアメリカの、国会にも行かれて、そこでこの問題に関して、意見を持っておられる、議員さんのネットワークをロブさんのチームが持っておられます。そして本日こういった、貴重な日本の国会議員の皆様における、辺野古の問題、内南中への差別の問題を考える貴重な機会を作っていただいたことを改めて感謝するとともに、そういったアメリカと日本の国会議員の公式な議連のようなものなどというのは作れないのでしょうか。今まで辺野古以外のイシューでも、今まで日本とアメリカでそういったものを作ったことがあったのかどうかというのを質問と、ぜひこの日米地位協定を変えること、日本はアメリカのイラク戦争の戦費の半分をサポートし続けてきた国ですから、世界の戦争をなくすためにも日本であるは私たちは変わらなければいけないと強く思っていますので、何かロブさんを介しながらそういった大きなつながりをこの機会をきっかけに作っていただけないかなというお願いです。これはお願いでもこの議員の方なんですか。ロブさんと一緒ですね。だからロブさんにも、まあ、そうですね。逆にロブさんもなんかそういう議員の集まり、サークルみたいなサークルと集まりあるの。あると言ってました。何人ぐらいだ。ある意味でローメーカーって本当に。It's difficult to say right now because nothing is official yet, and also because the more lawmakers become aware of this long-term problem of prejudice against Okinawans, the more they become aware, the more support there is.So it's hard to say right now. ちょっと今はですね、ちょっとはっきりちょっと明言するのは難しいんですが、まあ、この問題がちょっとまだまだオフィシャルに取り上げられないということ、ただその反対一方でですね、この沖縄に対する偏見等の問題ですね、この問題に対して知る議員の数がですね、まあ増えてはいます、増えてはいますので、そういったところからっていう感じですね、今は。ちょっとまだまだちょっとですね。正解の数は言えないんですが、ロブさんにもそのオファー今翻訳していただいているんですか。やりました。あとですね、はい、増山さん の、 提案は非常に重要だと思いますので、まあ、我々も沖縄と米軍基地問題議員懇談会として正式に訪米したことはありませんが、そのメンバーがそれぞれ個人的に何回か訪米をして、米国の議員と話をしています。実は沖縄と米軍基地問題議員懇談会で政府と交渉してますとね、増山さんもご存じだと思いますが、大体外務省、防衛省もよくこういうことを言うんですね。つまりこの基地の問題は米国の問題、米軍の問題なんだ。だから我々、つまり我々がこう質問を問いかけたり要望すると、まず米軍と相談をする。
で米軍と相談をするから時間がかかる、こういうようなことを言うわけですね。で我々の仲間が米国に行くと、いやそれはこれは逆に私はそれ、あの今ロバートさんもおっしゃったことですけど、それは日本の問題なの、日本がここに基地を作るのであって日本が考えることではないか、こういう言い方をよくされるわけであります。そういう中でですから、よく政府交渉をしているとですね、こう妙なこうデッドロックに盛り上げることがあるんですね。そういう意味では、あの私は今あのご提案のあったことを、まあどういう形か、あの米国側もまだオフィシャルにこうあるというわけではないとおっしゃってますけども、まあ、ロバートさんをこう通じて、そうした、米国で我々とか日本側の内南中の声を受け止めてくれる皆さんとこう意見交換をしていきたいというふうには思います。Yes, and so that is why it's so frustrating.Not only for Okinawans, but for other people around the world who support Okinawa. Neither the US nor Japan is taking responsibility here, and they're totally leaving out the voice of Okinawans. And so this is why we have asked the United Nations to intervene here.でこの状況は非常にちょっと私たちもイライラさせられずものであって言わざるを得ませんでです、ね、沖縄の人ですね、あと世界中の人ですね、沖縄を支援している人、そしたらこういうものを取り上げていますが、まあ、今言ったように日本政府もですね、アメリカ政府もこういったものを責任を取らない、こういったものを全く責任を取らない、そして沖縄の人の声というのを全くですね、まあ、要するに言葉をあえず放置プレイしているような状態です、まあ、そうしたものをですね、出してですね、これはいかんぞということをですね、突きつけるためにちょっと国連に働きかけてような活動をしております。テレ先生、何かどうですか。じゃあ他にはどうですか。もうそろそろ時間です、ね。はい。よろしく。はい。ロブさんどうもありがとうございました。ちょっと限られた時間ではありました。またこの後5時半から集会があるということで、瀬山さん、また皆さんが主催されるということで、そろそろこれで閉会にしたいと思いますが、まあ、あの沖縄と米軍基地問題に今段階の会長として今非常にお話を聞いてて、まあ、内南中、まあ、あのロバスさんも内南中の流れ、血を引くというか、そういうことであります。しかしその思いを話されているのを聞くと、やはりこう先住民族とか、そこに住んでらっしゃる皆さん、先住民族ですね、そうしたところの皆さんの声を、まあ、これアメリカでも基地の問題とよく出てくるんだと思いますが、ただまあ我々も知っている限りで言うと、まだというかな、米国内ではまだその先住民族、グアムの状況を見てたり、サイパンの状況を見てるとですね、もっとそこに住んでいる人たちの声を聞いているような気が、ことを想像します。しかし、その米軍がですね、日本へ来て、内南中の声、またあるいは日本の政府自体が内南中の声をしっかりと受けていないと、本当に大きな課題があると思います。そういう意味で、本当にロバートさん、ロバート・カジュラさんはじめたくさんの方がですね、この問題に関心を持って行動していただいていることに改めて感謝を申し上げたいと思いますし、また今後も連携をしていきたいと思います。今日はちょっと委員会等と国会の関係でですね、議員の参加が少なくて申し訳ありませんでしたが、どうぞ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。